楽うまクッキング。今日は広島市中区広関田町にあるイタリア料理ラセッテのオーナーシェフ、感性を磨くために季節を写真に撮り、料理はアートが信条の北村秀則さんの登場です。では北村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週はお盆ということでお休みの方も多いと思います。そしてお孫さんが遊びに来ているよというご家庭もね、きっとあるはずですね、はい、ということで今週は孫の胃袋わしづかみ、子どもが喜ぶメニューです。こちらを作ります。サクサクライスコロッケということで、はい、確かに子どもが好きな要素がこの中にギュッと詰まってますね今日は。そうですね、本当に好きなものを組み合わせたような、今日は料理ですね、はい、ご飯、はい、揚げ物、チーズ、はい、大好物っていう感じで、はい、これ一つでね、きっと喜んでくれるんじゃないかなと思います。早速クッキングスタートです。はい、今日はライスコロッケ作っていきますけども、はい、本当にライスコロッケの中でもですね、本当に一番簡単にできる今日はライスコロッケを作っていきます。嬉しい、はい。まず今日使う野菜の紹介させてください、はい。ブロッコリーですね、茹で上がったブロッコリーを、細かく刻んであります。はい、あとドライトマトですね、ドライトマト、ドライトマト、はい、こちらも細かく刻んであります。はい、はい。次に味付け海苔5枚をですね、はい、今細かく切ってありまして、こちらを生クリーム30ミリリットルですね、漬け込んできます。味付け海苔を生クリーム、これをちょっと生クリームの中でふやかしておきます。確かに、はい、子供もそして30歳の私も味付け海苔大好きですけど、大好きですけども、生クリームと合わせることってあるんですね。そうですね、今日のワードでして、はい、味付け海苔でですね、程よく塩気が効いて味が締まります。へー、はい、塩気代わりに味付け海苔。そうですね、今日はライスコロッケなんで、はい、ご飯といえばおにぎり、おにぎりといえば海苔。確かに、で子供も好きと。それをちょっとどうなるんでしょうね、ちょっと組み合わせてみようかなと思ってます。はい、はい。次にボウルですね、はい、ボウルにあのご飯を、普通に炊いたご飯です、こちら、はい、こちら、炊き上がりで 500g ですね、はい、間違いないようにしてください。炊き上がりで 500g です、はい。こちらにパルミジャーノチーズ、パルメザンですね、はい、30g 入ります。はい、そちらに先ほど切ってあるブロッコリー入ります。はい、細かく刻んであります、はい、色がまた綺麗になりますね。ブロッコリーですね。次にドライトマト入りますね。ドライトマトちょっと酸味があってですね、味が締まります。はい、はい。こちらに、ふやかした海苔ですね、はい、先ほど入ります。生クリームごと、生クリームと、はい、はい、はい。でこれを混ぜていきます。こちら今生クリーム入れましたけども、はい、今日のうま技になります。生クリームを入れることでお米の食感をクリーミーに仕上げます。確かに、でもこうやってブロッコリーもトマトも混ぜちゃえば野菜も一緒に取れるわけですもんね。そうですね、はい、なんかサラダとか他に作らなくても、で野菜嫌いのお子さんでも知らないうちにいっぱい野菜も食べられると。中に隠してしまえば知らずに食べるってですね。なるほど、はい。ですから今日ブロッコリー入れましたけども、はい、冷蔵庫に少し残っているような人参とかですね、はいはい、きのことかですね、トウモロコシとかですね、お好きな野菜入れていただければいいと思います。トウモロコシも確かに食感が良くていいかもしれませんね。そうですね、ここで塩コショウしてきますね。はい、そうか、ライスコロッケってソースでいただくというよりもこのライス自体に結構味がしっかりついてるんですね。そうです、しっかりついてます。ですからなんか主食のような感じしますけども、はい、イタリアの方じゃお子さんのおやつ代わりにですね、食べたりとかで、ライスコロッケがおやつだったら嬉しい。いや、私お盆におばあちゃん家に遊びに行くって言ったら必ず天ぷらだったんですよ。天ぷら、ライスコロッケなんだ今の時代はと思いました。天ぷらもいいですね。おばあちゃんといえば天ぷらっていう感じでも今の子供たちはちょっと違うのかもしれません。でこれをですね丸めていきますけれども、はい、今日はこういうディッシャーですね、はい、まあ、通常アイスクリームなんかに使うんですけども、はい、そちらをディッシャーを、使います。ディッシャー、そうでもこれいいですね。それだいたい均一の大きさになりますし、はい、これ今日4人分で作ってるんで、はい、だいたい8玉ぐらいできると思いますね。
4人分で 500g のご飯。そうですね。で結構想像してたより大きいんですね。そうですね、大きいですね。はい、はい、こちらイタリアの方じゃですね、本当にアランチーニって言って、あれなんですよね、小さなオレンジっていう意味のお料理なんですね。小さなオレンジ、はい、だからオレンジよりも一回り小さいですよね。あ、大きさが、大きさが、へ、はい、これを丸めていきます。はい、丸めていきます。ちょっと形を整えていきますね。ちょっとおにぎりみたいに、はいはい、これディッシャーがないご家庭でも、ええ、まあ、おにぎりの要領でこうコロ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 丸くしてもいいんですよね。そうです、そうです、はい、ですから お子さんでもこの程度はできますしね。確かにお手伝いもできます、ね、はい、でまたお弁当とかに入れようと思ったらちょっと小ぶりに作ってもいいし。そうですね、はい、本当に今日のこの料理はですね、冷めても美味しいんですよね。あ、ただご飯だけを丸めると冷めると固くなったりするんですけど、生クリームを先ほど入れましたけども、はい、入れることで、冷めても、お米が柔らかい。あ、なるほど、コロッケなんですね。はい、でこれを小麦粉をつけてですね、次に卵ですね。小麦粉の次は卵。もうこのライスの時点でいい香りしてますもんね、チーズの。そうですね、チーズの香りが、はい、そしてパン粉です。パン粉次ですね。でこれチーズが入ってですね、お米とお米がしっかりくっついてるんで、はい、揚げた時に割れないですね。あ、海苔の役割をしてくれて、で切った時もしっかりお米とお米がくっついてるんで食べやすいですね。へー、はい、確かにライスコロッケって最近よく見るようになりましたよね。最近惣菜でもあるかもしれないですね、はいはい、ですから本当にお弁当なんかですね、入れていただくとお子さんも喜ぶお料理かなと思いますね。本当これ一つでご飯の役割もしておかずにもなって。そうですね、はい、しっかりと栄養バランスもいいですね。栄養バランスもいいですね。これを、揚げていきますね、はい、170度の、ね、下油に入れていきます、はい、でもあれですね、ご飯の中にもう火を通さなくてもいいもので出来上がっているので。そうです、そうです、もう外側だけカリッとすれば、カリッとすればいいです。確かにお弁当なんかにしようと思ったり、この夏場キッチンに立つときに揚げる時間が短いっていうのはいいですよね。そうですね、本当にこの暑い夏場は、はい、家庭では揚げ物あんまり敬遠されるんですけども、はい、さっと揚げれるようなこういうお料理だったらいいかもしれないですね。次にですね、今日はちょっとソースも添えてみようかなと思います、はい、鍋にですねトマトソースですね、これもう出来上がったトマトソースになります、こちら 120ml 入ってます。はい、これを軽く温めます。トマトソースでもですね、しっかり味がもう仕上がったトマトソースもあれば、はい、トマトの水煮缶みたいなのもありますので、はい、売ってますね、もし水煮缶作るときはですね、ちょっと裏ごしていただいて、まあ、塩を入れていただいて、うん、強火でちょっと煮込んでいただくとトマトの酸味が飛んで甘みが出てきますから、ちょっとの塩で、そうですね、水煮缶使う場合はちょっと手を加えていただければと思います。はい、確かにケチャップでもいいですが、ちょっとこう一手間なんですね。そうですね、お子さんに食べてもらうときはケチャップとかのがいいかもしれないですけども、うん、まあ大人も一緒に食べるようなときはですね、はい、こういったトマトソースの方がみんなが喜べると思いますね。はい、はい、そしてトマトソースをかけるんじゃなくて、まずお皿に敷きました。はい、敷きます。であとは、あ、本当だ、周りの衣が薄いから。そうですね、衣も薄いですしですね、軽いですね。ただ大きいですけども、中に火が通ってるんで、あとはちょっと、衣に色をつけるだけですね、うん、はい、そうか、ソースって上にかけるんじゃないんですね。そうですね、せっかくカリッとしたものに上からかけると、はい、カリッと感が消えますよね。確かに、ソースの上にこれを乗せていくわけですね。そうです。これって目安はどれくらいなんですか。まあ色だけですけどね。
今日はちょっと綺麗な油使ってるんで、はい、ちょっと色つきづらいですけどね。確かに今お孫さんが久しぶりに遊びに来て、はい、何作ろうかなと頭を悩ませてるおばあちゃんもいるんじゃないかなと思いますよね。本当にご飯はどこのご家庭でもあるでしょうから、はい、ご飯が残ったりしたらですね、コロッケを作って冷蔵庫で入れておいて次の日。あ、そうか、もうあらかじめ作っておいてもいいんですもんね。そうです、そうです。そろそろですね、揚げていきましょうか。うわ、本当だ、全然崩れませんね。そうですね、まあ、これくらいでもう上がってるんで、まあ、もう少しあの色をつけてもいいのかもしれないですけども、はい、色をつけるとちょっとね中に入ってる具材の色が消えちゃうんで、はい、これくらいで止めとくと中の海苔とかですねブロッコリーの色が確かに、ええ、しっかりこれもちょっとこう透けてますね。そしてトマトソースの上に乗せます。はい、あとこの上から軽くまたチーズかけます。なるほど、はい、これで完成です。はい、お弁当にも活躍しますがこのように盛り付けるとおしゃれな一品にもなりました。サクサクライスコロッケ15分で完成です。では材料を見ていきましょう。ライスコロッケには味付け海苔を入れて塩気を効かし味を締めました。生クリームは入れることでお米の食感をクリーミーにしてくれます。ライスコロッケにはブロッコリーとドライトマトを混ぜてあります。そして細かく刻んで混ぜることで野菜がぐっと食べやすくなりました。お好きな野菜を混ぜてみてください。食感サクサクなライスコロッケ、胃袋だけではなく見た目の美しさでもお子さんの心わしづかみ間違いなしです。ぜひ作ってみてください。はい、はい、これ確かにこれ何も言わずに出したらこれ一体何の揚げ物ってね。そうです、ちょっと大人も喜ぶおしゃれなメイン料理ですよね。これちょっとじゃあ割ってみますね。はい、中がどうなってるのか。わあ、結構具沢山です。色綺麗ですね。はい、いただきます。これね、周りのサクッと感と中のライスの食感を楽しんでいただきたい。おいしい、本格的ですよね。はい、で、味付け海苔感じませんか。味付け海苔感じます。これ非常に重要ですね、北村さん。そうですね、どうかやっぱちょっとホッとするような味に変わりますね。そう、はい、おしゃれなんだけど、うん、お子さんが好きというのが味付け海苔効いてます、はい、味付け海苔の影響大きいと思います。はい、で、おいしい、冷めても美味しい。そうです、冷めても美味しいですね今日は。はい、うん、ということで、まあ、一気に揚げ物として揚げておいて、うん、冷めてからも十分楽しめますのでお孫さんが来た時にぜひ出してあげてみてください。喜びますね。はい、さあ明日はフレンチの山本さんがシュワシュワスイカゼリーを教えてくれます。北村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。